生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。風俗とか行ったことある？行ったことないに決まってるやん。ないやんか。でも俺もないね。スペシャリストをお呼びをいたしました。もういらっしゃい。私たちも、私たちは SS ケベし始めた。 SS ケベだね。これからちょっとやっぱり私たちもプロを目指す身としてそうね、そう知っといて、そうはないから、ね、しっかりとお勉強させていただきたいと。まあ風俗ってね、なんか悪いイメージ、悪いことするイメージがあるから。かそう、テレビでさ、よくさ、なんかモザイクかかったフィリピン人がさ、逮捕されてるやんか。なんかそうだから、なんかあれなんか違法なんやなとか思ったりするけど、日本では認め犯罪じゃないんですか？いや、まあなんか風営法っていうのが決まって、うん、でそれをまあ届け出をしてるかどうかみたいな。ちゃんと私たちはちゃんとジョブをします。ジョブをしますみたいなことを紙に書いて、そうね、何、厚生労働省かなんかに出す。警察に届ける。警察に出すもんだ。そしたら警察があなたたちにはまあそうジョブを認めて差し上げようみたいなことになるんだ。ね、じゃあ別になんかあれはよく逮捕されてるのは、なんでその届け出を出してないから逮捕されてる。そうですね。まあ、届け出を出してないとか、またなんか未成年を雇用しちゃったりとか。なるほど。まあ、なんでこういうこと聞くかっていうとさ、はい、アビちゃんにさ、働かせられるんかな。なんでやん。一応なんでやん。大人気。そう。ピロシキーズのオフ会でそう言った。なんまあ今ここにいっぱいある。これが一般的に日本に存在する合法的な、そうです。でだ、ハテナのハテナのところは。パプバちょっといろいろあるみたいな。あ、そこはわからないけど、それにハテナがないやつがおよそ。そうね、こっちはまあよくある風俗で、こっちはなんかなんだろうな、キャバクラとか、あとこれは合法なんだっけみたいなのもちょっと一緒にまとめて。ファッションヘルスはあれじゃ知ってる？なんかちょっとさ、モデル関係だからさ、だからさ聞こえるんだよね。だからさ、要はコンドームがグッチとかそういうことやろ。死語っぽいんですけど、死んだ言葉みたいな。死語っぽい、うん、結構ヘルスってもの でファッションヘルスって呼ばれるものは店舗型。ああ、非店舗型じゃなくて店舗型です。あ、だからデリヘルの反対みたいな。そうデリヘルはなんかホテルに行ったりするよね、自宅に。そうデリヘル上、俺あれやね、番組のロケで読んだことあるね。おー、まあ、そうなの。5時に夢中というあれで。5時に夢中でそうなの。デリヘルは俺知ってるよ。で、全部できるよね。いや、
そう、ガッツリジョブできないです。ガッツリジョブできないの？ガッツリジョブはね、できないんですよ。あ、できないんだ。これがちょっとグレーなんですけど、これより下はガッツリジョブはないです。これガチジョブが日本でも需要はダメなんですよ。あ、法律でダメ？法律でダメ。要はそのおずっこのおばっこの状態がで、それダメなんだ。まあ、AV でもダメってなってて、AV でもわかんねや。え、でもやってえ、でもみんなでもそうするよ。モザイクのその先はもう別にそういうことにはなってないっていう体。あ、モザイク、あ、だからもう CG だよとかそのとかもう本当に、あ、でも全裸監督でそういうシーンあったわ。なんかあの何こう履いてる、実際は履いてるのになんかこう偽物シーンでなんかこうやってる風に見せるみたいなそうなんですよ。あ、じゃあモザイクかかってると。そうなんですよ。でも多分あれやってるよねまあまあまあ、多分やってる。ですごいのがあのアナル、お尻ってお尻単体で日本で載せ、うん、撮るとするじゃないですか。そしたらこれは無修正 OK なんですよ。あ、その穴だけだったらそのお尻だけだったらいいんだ。で、これは臓器って扱いみたいなんですよ、体の。ただ、物が触れたり、例えばなんか物が入ったりしたら正義に変わるんですよ、扱いが。だから修正が必要です。確かに、だってあのこっちの方の A のもののお尻の方のやつはモザイクかかってるもん。デリヘルはガッツリジョブじゃないとしたら何、どんなジョブなの例えば、なんだろうな、お口ジョブ、うん、低ジョブはあるじゃないですか、よくあったが、スティーブ・ジョブズみたいな言い方するダメって、スティーブ・ジョブズに失礼だよこのファッションヘルスがやっぱりよく分からないけど、お店にそういう何、そうです、コーナーがある。そういうことです。お店に部屋があって、別にホテルとか家自宅ではない。カラオケボックスみたいな感じ。そうですね。あ、本当にそんな感じです。海外とかの、ね、映画とかでよく出るよね、こういっぱい。ああ、そうですよね。へえ。だからこの辺とか、この辺とか、これ何、これおなくら、おならって呼んじゃったでしょ。おなくらって何、これ意外と知らない人多分多い。おなくら聞いたこと、オナニーをするクラブってことでもそうでしょ。そうそんな風にしか思えなかった。じゃない。でもオナニーって自分ですることだ、見せつけるんだ。なんか、なんてやってるってやつ。これもテンポ型です。テンポ型で行くじゃないですか、うん、そうするとあのこっちはお口ジョブあり、これピンサロっていうのはお口ジョブ以上よくあのおしぼりが出てくる。あ、そうです、そうです。あのこう手を拭くと思いきやこう、あ、そう、まさによくご存知詳しい。これは行ったことないけど、え、ピンサロは本当になんか何人かで行くってみんな言うから。そうなんですよ、男の人が結構それ行きます。それ何、こう何、部屋なのこれ。ピンサロなんて部屋に入るじゃないですか。じゃあなんか小さい満喫みたいな感じになってますよ。へえ。本当にちょっと休憩スペースじゃないですか。そこにおのおの入ってって、だからその施術中にこうやって立ち上がってるじゃないですか。立ち上がって見ると友達のが見えたりします。へえ、面白いね、行ってみたでもそれ何、それはお口を必ず使ってくる、はい、手だけでとかでは。あ、でも OK です。こっちがむしろ手ジョブ。あ、こっち手なんだ。手ジョブでけどオプションでお口ジョブもつくみたいな。はあ。ただこっちはもう標準装備で口ジョブもあるよっていう。それって何、時間制なの、それとも1回行ったら。あ、時間制です。30分いくら。でも何回も行っていいみたいな。あ、いえ、無制限。確か飲み込んではくれない。あの人によります。あ、人に飲む人いるんだすごいことだね。はい、でもさ、それピンサロとファッションヘルス、はい、一緒だな、やってる。そうですね。ってなるんですけど、ここの違いは、うん、ワンルームあったとしたら、はい、こっちはこういう感じで、で、なんか、なんて言うんですかね、仕切りの高さがあんまり高くないワンルーム。ああ。立ち上がったらみんなのこと見えちゃうじゃないですか。なるほど、なるほど。ちょっとチラ見。ああ、じゃあ全然できるけど、こっちはこうあっても、おのおのの部屋になってるっていう。へぇ。1対1、1対1、1対1で見えないみたいな。じゃあ、ちょっとだから高級ピンサロみたいな。なんかその、まあ、そういうしっかりとして、あのパーソナルなスペースを保っております。そうですね。その認識でいいと思う。何その漫画喫茶みたいな感じの。そうなんです。へぇ、それで全然
に値段違う。値段違いますね。多分こうランキングつけるとまあこれ一番安くて、おなくら一番安い、まあ、手しか買ってないおなくらぐらいですか。いくらぐらいなんだろう。30分3000とか、まあ、そんな安いの。3000円だと思います。それ女の子はさ手で、まあでも手で生かすぐらいその辺でできるか。そうなんです。ほんとお店によりますよね。ただその分可愛いのも多い。可愛くてかつやっぱまあ安い。そうですね、まあ、いけるいける。だからまあそういう感じだよね。そうよね。好きな子とか、好きな人は好きです。え、じゃあその女の子の裸、はい、見れるんですか。女の子の裸、まあ、見れるけど、見れるの。こっちはちょっとなんか全部脱ぐってこと、そうじゃないところがあります。お店とかに。え、裸でやってくれるの。俺服着てるのかと思ってた。し脱ぐ人は脱ぐし、これお店とか人によるかもしれない。え、そのピンサロとかおなくなって、はい、なんか何ピンサロとかおなくなって、なんか改めてちょっと今突然来た。ごめんね。いや僕からじゃ突然来た。すごいな。ビジュアルの2人から来るのがすごい。できるわしゃじゃできますね。できるの。できるんです。わしゃじゃしていいんですよ。いいんだ。何指入れるの。あ、言っちゃった。お尻に。今ピーン。今めっちゃピーンやね。お尻に指入れるのは。お尻は結構考えたことないな。そうか、みんな別にお尻に指入れたくないか。そうですね。そっかそっか。で、このソープっていうのはこれなんだね。俺が知ってるのは、お風呂で体を洗ってもらうついでにやっちゃうみたいな。まさにすごい感じことだけど、でもやっちゃダメなんじゃない？これなんですけど、一応そのまさにお風呂に一緒に入って恋愛をしてしまったっていう。あー、楽しむ系。ちょっとなんか彼氏と彼女じゃない。そうそうそう。今にはお風呂で体を洗ってあげますよサービスってみたいな感じのイメージ。まさにね、そういうことじゃないんだ。恋愛をしてしまう、恋愛してしまうけど、これらと別なのは、まあ、暗黙の了解みたいなところはあるんですよね。恋愛は違法じゃないの。恋愛は違法じゃない。恋愛の勝手じゃない。でもさ、金もらって恋愛って違法じゃないの。いや、金じゃなくてあのプレゼント。そっかそっか。払ってるとあくまで体洗ってもらった代時間ですよね。時間をもらってる。なんか納得いかないね。ちょっとえ、あのさ、はい、飛田新司って存じてますか、ね、はい、存じてます。飛田新司って、はい、なんかこう街を歩いてからお姉さんが、はい、みたいな感じで誘ったあげに畳の部屋でやるイメージなんですよ、はい、そうですね。畳の部屋でなんか、なんか日本の昔の感じの、いや、あれすごい。あれはでもソープじゃない。あれはもう料亭っていう定義。料亭。なんか京都っぽい。そう。おいでやす。本当にそういう感じですよね。2階に行って、まあ料理というか、まあ行ったらちょっとお菓子1個しかないんですけど、タイガーとお茶みたいな。それを料亭ですけどね。あ、お菓子。要はご飯を食べるそうだもんね。お菓子。うん、お菓子1個あれば。でもそれは何、なんでエッチをしてるの。ご飯食べたり。そうですね。それは暗黙の感じです。あ、じゃあこれはじゃあ違法じゃん。いやでも料亭ですよ。料亭ですからね。おかしい。で、料亭でたまたま恋愛になったっていうね。もう何でもありやないか。それだってソープもさ、そんなの何でもよ。 YouTube の撮影でたまたま、そうですよね、やったって言ったら、はい、なんかみんなそこで撮ってたみたいな。できるやん、なんか何でも。いや難しいですよね。そう、本当にたまたまで作り上げて来られた日本の文化って感じですよね。まあでも飛田新司は守りましょう。そうです。なんか、なんだろう、結構あれに、なんだろう、
命をかけてる人もいるみたいな、前なんかねテレビでなんか番組で見たけど、結構ななんかあれこだわりらしくて、あまた安くバカにはできないというか。そうですね、まあ、日本のなんかやっぱ戦後を救った的なとこがやっぱあるらしい、こういうなんかそのやっぱ女性が本当まあ良くないけど、うん、あのそういう状態に追い込まれるのは、ただそれによって経済面なんとか回ったっていうのがあるらしい。ロシアやってソ連の時はね、売春禁止だったんですよ。てかなんなら世界、やっぱ社会主義にはいないと、はいはい、いうふうに、まあ、要はみんな金がない人なんて国からお金支給されるから儲けてやろうなんて人はいないけど、もう世界でもトップクラスの数だったからね。まあ俺は知らんけど自分が知ってるかのように語ったけど、そういうふうに聞いた。なんかブラスが仕事してたのかな。いやすごい、ロシアってあ、なんかでも多い、なんかね世界各地にいるイメージ。そう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 、なんか金髪で大体ね、真っ白の金髪、真っ白のなんか髪の毛で赤リップよ大体。そういうのナターシャ、ナターシャあれ前立腺は開発されたんですか。はい、こっちで結構。あ、目が変わった先生さん、おしっこ飲むんですか。どうに入るんでしょうかな。すごいね、もうこんなのがサービスとして提供される時代なんて。あんたもさ、おしっこ売れば、おしっこなんかそうだね、めちゃくちゃ売れると思います。Смотри, какие сладкие! Видок чаёк пельмени со сметаною! Хватит вам, друзья, базарь, сердце может ведь растать по рюмочке, по рюмочке, по рюмочке!